朝ごはんは。今日の朝ごはんはメロンパンです。メロンパン。はい。そのリンク可愛いですね。これでしょ。しまむらと月刊ムーのコラボレーション。しまむらとかにお買い物行く。しまむらに行きますね。ちなみにコラボレーション名がしまむーらです。よろしくお願いします。うちの会社はインターネットを通じて働くためのツールを提供している会社で、今はですね、プロジェクトマネジメントツールのバックログっていうのが、でそれがまあ主と言って、他にはチャットのツールのタイプトークとか、ブラウザ上で増加で、それを開発運営してます。で、本社は福岡にあります。はい。ありがとうございます。はい。コラボレーション×IT みたいな感じかな。おお、コラボレーション×IT。わかりやすい。はい。もうわかりやすい。よかった。おお、ありがとうございます。そうですね。学生の時は高校まで行ってて、はい、高校まで行ったで、高校でちょっと演劇とかやって、うん、まあ面白かったから、そのまま演劇の専門学校行ったんです。それ東京の池袋の、はいはい、舞台芸術学院。まあ、先輩としてはベンガルさん。はい、だとか、伊藤麻子さんとかが。おっていう、まあ、専門学校の夜間の。はい、今バイトして、今学校行ってね、感じで舞台を演出してもらいました。で、演劇の舞台の主催を団体で演出してもらって、で、お金ないからアルバイト、飲食店の会議とかやらせてもらってましたね。二十歳で結婚するので、福岡に戻ってきて、まあ、父親とかがやってた会議を。感じでやって、その後にそこを辞めて、八百屋さんだとか、はい、チラシを作るとか、デザインをしたりとかっていうのを個人としてやるようになって、子供でやっているし、ちゃんとしなきゃって、はい、でもちゃんとってできないじゃないですか。はい継続してできることって言ったら、自分がもうずっと継続してやってることしかないじゃないですか、はい、だから、まあ、それまでずっと パソコンだけは飽きずに触ってたんで、うん、パソコン関係の仕事かなって感じでプログラマーになりました、ね、うん、でプログラマーになった後に、まあ、プログラマーになる時 もう自分で起業することを前提として、だからプログラマースタートじゃなくて、どちらかというと起業スタートの途中でプログラミングができるようになるというか、プログラミングが前々からできちゃうんですけど、プログラミングができるようになり、独立に関係です。仕事が終わった後も夜の活動としてオープンソースで何人か集まって、まあ、会社にしたって感じです。なんでオープンソースの活動をしようとしたの？もう勉強です。勉強、まずは勉強のためにプログラミング上手になりたいから。まあ、そうですね。で、あとはもう作りたい欲とかが止まらないのかっていう感じですね。なるほど。で、翔さんが作ろうって。そうですね。僕も一人でもやるつもりでやってたので、はい、当時は
このまま福岡で起業するか、それとも、アメリカに渡って、ちょっとそこでもまた働いて、そこで起業するか、それとも東京に行って起業するかみたいなことを軽く悩んでました。ムラボの NU はヌルなる、はいはい、何もないから、ラボはラボラトリーのラボ、うんうん、でガチャンとして、うん、ヌーラボっていう、はいはい、名前にして、はい、まあ、何もないところから何かを作り出す研究所みたいな感じの名前してますね。何か他に候補とかありますか？他には結構ありましたよ。トリプレックス、トリニティとか、なんかそういう名前考えましたね。結局ヌーラボですね。今ちょうどそのうちの製品とか結構海外でもまあまあ使われてて、でうちもシンガポールとアムステルダムとニューヨークとかに子会社出していてるので、まあもっとですね、海外、特に 主となるのは多分 US なんですけど、はいはい、そこら辺でもっともっと売っていきたいなというか、売っていきたいなというか、まあ、そこら辺で受け入れられてもらうものになっていきたいなと思いますね、はい、明星ドキュメンタリー次のゲスト紹介をお願いします。次のゲストはですね、クックチャムの竹下さんです。ご紹介します。ありがとうございます。竹下さんに一言。竹下さん、急ではありますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。